もしもし、しのぶ、今時間大丈夫？何？休養？休養ってほどじゃないけど、ちょっとお願いがあってね。しのぶ、ゲーマーズというお店をご存知？知ってるけど、それがどうかした？実は、お父様の仕事の関係でゲーマーズの宣伝をお手伝いすることになったの。いろいろやってんだな、エーソラの親父って。しのぶならゲームに詳しいし、よかったら手伝ってもらえないかなって。手伝うって何を？せっかくだし、可愛いコスプレ店員さんになってお店でミニライブをしようと思ってるの。断る。そう、残念ね。お礼に、しのぶが好きなゲームの限定アイテムをもらえるようお父様にお願いしていたのだけど。限定アイテム？でも、しのぶが嫌って言うならしょうがないわよね。代わりにムニちゃんを。コスプレって、どんなコスプレ？あら、気が変わったの？別に、聞くだけ聞いてみようと思っただけ。ゲーマーズにとっても縁深い人たちのコスプレよ。お前も呼ばれたのか？今回のライブにぴったりだと思ってミーコさんにもお手伝いをお願いしたの。エソラちゃんの頼みなら何でも力になるの。それで今日は何をするの？何も聞かずに引き受けたのかよ。詳しくはお店の中で説明するわ。早速入りましょう。なんか不安になってきた。わあ、かわいいお人形さんがたくさんあるの。ここってどんなお店なの？何から説明すればいいんだ。いらっしゃいませにょ。わあ、びっくりした。あなたが店長さん？はじめまして。本日お店の宣伝をするために参りました、清水エソラと申します。にょ、お前たちの話は聞いてるにょ。店長さんは今ゲーマーズ本部で臨時店長会議にょ。じゃああんたは？